僕は独り言が絶えず会話をするような独り言を言ってしまいます。その他動画やテレビを見て感情とかを言ったり興奮したり学校とかにとかも独り言を言ってないと思いますが、家にいたりとか登下校中には独り言を言ったりします。僕は一人っ子で両親が共働きで学校から帰ったりすると両親いなくて一人でいるのが多いです。異常なことを言ってる独り言も言ったりしました。中学に医者に行くと心配するので精神科にすべきなのか思ってます。行くべきですか？いいえ、別に独り言を言って迷惑かかってないと何の問題もないと思います。ちなみに僕独り言一切喋らない子供だったんですけど、中学校ぐらいの時に独り言を喋る練習をしたんですよね。なんか雑談とかってそんなに得意ではなかったんですよ。で、なんで得意ではないかっていうと、喋る気がないからで、で、独り言って、要はその、なんか会話で話しかけられたら話を返すはできるんですけど、そもそも話しかけるっていうのをする気にならなかったんですよ。で、独り言の場合って、見たものがで、このテレビどうとか、なんか今日夕飯何行こうかなとか、その、何か話しかけられた状態じゃなくても話しかける訓練になるので、なので僕、独り言を喋る訓練をした結果、今、喋って金をもらうような仕事になってたりするので、なので独り言を喋るということ自体は僕はそんなに悪いことだと思わないんですよね。なのでそれが悪いことだと考える理由がちょっとよくわかんないです。